ションの方は、まあ11月の末ぐらいから乗り始めて、まあ、徐々になんですけど、まあ、今はもうだいぶバイクに普通に乗れるようになってきました。そうです、内臓、腎臓なんですけど、腎臓破裂とあと手の甲の方を折ってしまって、まあ自分のミスだからしょうがないですね。もう練習中の怪我なんで、まあ誰にでもそれは起こることなんで気をつけてやらないといけないと思うんですけど、まあしょうがないですね。もう1年ほとんど棒に振った感じですよね。4戦しか走ってないし、そこら辺ではまあ1年目にしてはちょっと残念だったかなと開幕前に怪我をして肩を、で藤沢までの4戦で徐々には、結果は上がってきたので、まあ後半に熊本も控えてたんで、まあ、頑張ったら表彰台ぐらいはいけるのかなとは思ってたんですけど、まあその前に、まあ藤沢ぐらいから調子は良かったんで、まあ多分その調子で練習してたのが、まあちょっと調子良くて調子乗って怪我しちゃったのかなっていうのはあります。450って 250F と違ってもっとパワーもいるし、体力面的にもすごく疲れるん でやっぱスピードも全然速かったんで、最初の 1,2 戦はすごく苦戦したんですけど、まあ自分も徐々に体力とかも慣れてきて、まあもっとプッシュすればいけるのかなって思いました。開幕が熊本っていうこともあるんで、まあ、できれば開幕でいい成績残して、ちょっとその次の戦につなげていきたいかなと思います。開幕に取れたっていう一番最も本当に良いコースがあるっていうのは、まあ、2つ考え方があると思う。はい、最美味しいものを最初に食べるか、はい、後で取ったか。あ、まあでも別に開幕だからって気負いとかはしてないんですけど、 IA1 の皆さんみんな早いから、どこのコース行ってもやっぱ早いんですよ。なんで僕がいくら熊本得意だからって言っても、多分みんな早いんで、多分そう簡単にはいかないと思うんですよ。でもまあちょっとは有利なとこはあるのかなって思うんで、まあちょっとでもいい成績を出して次の2戦目、3戦目にずっとつなげていけたらいいのかなと思うんですけど、やっぱドメ君も HSR は得意だと思うんですけど、僕もまあ得意だと思うんですよね。でやっぱドメ君と僕が一緒走るとラインが違うんですけど、なんかドメ君曰く僕のラインはなんか俺は走れないって言ってました。だから多分まあどうなんでしょうね、得意なポイントっていうのは別にないと思うんですよ。やっぱ土質が特徴的なんで、やっぱ慣れてなかったらやっぱ難しく、やっぱ滑るし、雨がもう本当パラッと降っただけでもすごく滑るんで、まあ難しいのか、他のコースに比べるとやっぱ難しいのかなっていうのはありますよね。ただ僕ちっちゃい頃から走ってるんで、いや確かにそういうのは多分ドメ君も僕もそういうのはないのかなっていうふうに思います。それは多分去年の熊本のドメ君見てもらえるとよく分かるんじゃないかなと思います。
目標になるとは思うんですけど、ランキング的にはもうやはりトップ3は狙ってると思います。そうですね、やっぱそこら辺に行かないと、まあ僕今プライベーターでやってるからちょっと金銭的にも大変なんで、やっぱり上を狙っていって上からお呼びがかかるようにいい走りをしたいですね。そうですね、やっぱ寂しくはなりますよね。で、僕に限らず九州のライダーで A 級で前線走るっていう人がもういなくてですね、で今で言うとその今度 IA に上がる石浦亮とかがまだ高校生なんですけど、そいつがまあ全日本走るぐらいなんですけど、まあそれ含めてももうほとんど九州の A 級っていうのは数少なくて、やっぱね、もっと盛り上げて下の子たちももっと速くなってくれればもうなんか僕らもあれなんですけどね。でもまあ僕らが先に頑張っていいところを見せないと九州の若い子たちも育たないだろうし、まあその同世代の人たちについてはまあやっぱ寂しいですけど、まあ景気がこんな状況なんでやっぱやっていけないのかなっていうところもありますよね。でもまあそんな中でもまあ走ってるライダーもたくさんいるし、まあ、それの中でモトクロスが好きだからみんなこう盛り上げていこうかなっていう気持ちはありますね。今年もチームモトスポーツフェアで頑張って怪我しないように前線いい走りをするんで応援よろしくお願いします。で、はい、Time before the time. Our trouble ends beyond the sky.